山の人生柳田国十九母神としての山の神女房を指して山の神という理由としてはイロハの中では山の上が奥だから。 などという馬鹿げた説明はすでに多い。あるいは里神楽の山の神の前に釈視を手に持って出て舞うからなどは一見もともらしいが理屈の息を出ていない。何の故に山の神たる者が核のごとく人間の家と地の必ず持つべきものを手に取って舞うことに至ったのか。 それがそもそも謎である。釈子はなるほど山の産物であって、最も経験に山の神に奉仕する者がこれを作り、里に持ち下る習いではあったが、ただそれのみでは神自らこれを重んじ、また多くの社において釈子を信徒に与えるまでの理由にはならない。 岐阜県のある地方では以前は山の神のお産の時の着物と称して長さ六七尺もある一つ身の着物を献上する習わしがあったというが今はいかがであろうかこれに対しては子育てのお守りとして巨大なる山の尺子を授けた社もあったという。 越前伊予の峠の孫杓子をはじめとし今でも杓子には子どもの安全祈祷を含むものが多い山と女性または山とお産や養育という一見して縁の闘争な信仰が何かあったはずであるかつてその間に 何の神話も介在しなかったのであれば、到底我々の家内の者に向かって、山の神などと称するはずがないのである。山の神は諸国の山林において、清き木や清き石を祭り、ネギ及び神主の介在はない場合が多いが、 これを無格の屋代以上の社殿の中に着くとする場合には、その神の名を大山積みの御と、もしくはこの花咲夜姫の御子とし、稀にはその姉たる岩長姫の御子とも唱えて、何とかして神道に合致させようとするのが近世の習わしである。しかもこれは単に、 山の神がある地域では男の神であり、また他の地方では姫神であったことを語る以外に、いささかも信仰の元の形を後付けた名称ではないのである。公認されない山の神の久しい物語には、なかなかに尊き大山積みの御事の皆につながるものが多かった。 山に住む人々、ヒコリ、草刈り、狩人の集団が理解し、かつ信じていた信仰は、一言で言えばそやであった。それを片っ端から解き立てることは心苦しいが、わずかに山の神に産絹を奉納したという点だけを考えてみても、自分たちはこれを 岩永姫らの神のご姉妹に託することの奇質的な好みであったことを感じるのである大間駒伝説という話がある二十年ほど前に自分は日向の市房山に近い椎葉の大河内という部落に一泊したことがある その宿主の家に伝わっている秘伝の狩りの巻きなる巻物を見せてもらったことがあるその一節に山神祭り両直しの法というのがありおおよそ次のごとき素朴な神話であった山の神の数を申せば千二百柱あり本地 薬師如来にて集まっているそもそも山の神は天の浮橋の上にて千二百柱お生まれになったその山の神の母の名を「一神の君」と申すのである神々のお産をして母なる神は三日の間 も温めずに平然としていた。母なる神が天の浮橋の上に立ち上がった時大間という土地の漁師が狩りをするためにこの山に入り天の浮橋に足を踏み入れてしまった山の神の母すなわちこの一神の君は漁師に目を止めてこう言った。 私はお産をして今日で三日になります。しかし腹も温めず何も食べずにいます。天の浮き橋に足を踏み入れた人間よ。何時の持っている弁当を山の神々の母なる私に差し出し与えなさい。大間の漁師は人ならざる者と関わるのを恐れて嘘を言っ もったいなきお言葉ですがあなたの書もするこの弁当は7日の間仕事をなし天から犬にもくれてやれというような不浄なものです一度里に戻りまた弁当を作ってここを通りかかったらお供えいたしましょうそうして弁当を与えることを結局断って逃げ去ったその後に もう一人の漁師が、コマという土地から出てきて、山へ入り、ちょうど天の浮き橋にやってきた。山の神々の母、一神の君は、また呼び止めていった。私は人よりも位の高いものです。その私がお産をして、今日で三日になります。 しかし腹も温めず何も食べずにいます。天の浮き橋に足を踏み入れた人間よ。何時の持っている弁当を山の神々の母たる私に差し出しなさい。私は飢えているのです。さてこの駒の漁師は一神の君に向かって自分の弁当を差し出しながらこう言った。 人間の凡夫たる私めには、山の神の母御様がどのくらい尊く、どのようなお体なのかも知るよしもありませんが、何はともあれお産の後なのですから、早く腹を温めてくださいませ。ましてや三日も何も食べぬとはお体にわります。とりあえず、今は手持ちのこの弁当を、 白きしとぎものとして召し上がってください明日もあさっても弁当を携えてあなたのもとにお持ちいたしますかくしてこの漁師は弁当を持って一神の君に奉ったのである山の神々の母である一神の君は痛く感激した この漁師の出身である駒の地を栄えさせ、弁当を断った漁師の出身である大間の地を廃れさせた。さらには七つの谷に宿る龍神三柱をも与えた。駒の地が夜々に至るまで幸大きことを誓ったという。 神が人に物をい一方は断り、他方は与えて、この与えた方に神が返礼として大いなる幸福を与えるという話は他にも見られる。例えば、天つかみの新名目の物意味の日に、富士と筑波と二所の神を訪れて、一方は宿を拒み、 他方はこれを許したという物語。また、現在の広島県の伝説にも、金持ちの古丹将来と、その兄で貧しい孫民将来の二人の兄弟が、神に宿を壊れたところ、貧しい兄の孫民将来の方が、神を熱くもてなしたため、武藤天神に称せられ、 弟は罰せられたという話がある。さらには工房大師が人に飲み水を求めたとき。悪い乳母はこれを否んで罰せられ、良き乳母は遠くから汲んできて大師に飲ませたため、その牢を報いられたという口伝などと同じ系統の古い形である。 山の神の母に託した物語が比喩が特有のものであったとしてもその意味は深いと思うそしてウゴの北秋田郡のマタギの村に先の大間駒伝説とほとんど同じ話が口伝となって残っているウゴの方では八人組十人組という 組のまたくのが出てくる。山の神の母がお産の前に疲れ果てマタギに食物や介抱を求めて声をかける一方のマタギ組は人ならざる者を恐れて神からの願いをすげなく断ったに反して他の一方のマタギたちはマタギ小屋の頭が悟く。 山の神の母を見て、ただの女性でないとわかり、心よく止め、小屋でお産をさせて解放をした。陸中の山村では、この狩人の名をバンジバンジと言い、彼が一人、男でありながら血の汚れをいとわず、親切に女の世話をすると、山の神の母は、 十二人の子を産んだと伝えているいずれも山の神がその行為をめでて後々このまたぎに山の幸を保証したのである漁師は船方などとは違い各自独立した故郷があって互いに交通し混合する機会は決して多くはない それが奥州と九州の南端と、いつの頃からかは知らぬが、これだけ類似した物語を伝えているのは、必ず隠れた原因がなければならぬ。その原因を尋ね求めることは、果たして今からではもう難しいであろうか。自分の知る限りにおいては、 同じ伝説の破片かと思うものが中部日本では北国街道この絵から越前へ抜ける荒地山にもあった義経の一行がこの峠の道の傍らに休んだ時荒地という山の名の由来を弁慶が説明したことになっている。 今の人が聞けば今日の冷めるような話だが加賀の白山の神女竜宮宮と滋賀の唐崎明神とが語り合っていた加賀の神女の方はすでに臨月に近いので滋賀の明神様が我が国でお産をなさったらどうでしょうと提案した 滋がの明神様に助けられて、この峰を越えようとした折に、にわかに催して。平山の神女は、この山中において、神の子を出産した。その時、この土地にお産の血をこぼしたので、荒地山というようになった。そう弁慶が語ったそうだ。 この話は、義経記に出ているが、全体の筋とは無関係の水話であるから、作者の心暗とは考えにくい。多分、この書が広まった足利時代中期に、まだ若干の物知りの間に記憶されていた伝説かと思う。この話自体は、カリドが神の母を助けた物語とは、 無関係にも見える。しかしながら、加賀の白山の神女と、滋賀の明神様という、二つの国に分かれ住む陰陽の神が、境の山の峰に行き合いたもうたということは、大和と伊勢との間でも、信濃と越後の境でも、今なお土地の民は、これを語り伝えているのである。 それと各地のえの田は道祖神伝説においてどれが大元でどれがありうかは決めにくいがそれでも山の神の脈絡は確かにあるとみてよい。したがって新山の誕生というがごとき高等な言い伝えも成立しうる余地は十分にあった。ただ 記録以前にあたっては、話し手の空想がわずかずつ働いて、山の神の出産やまたぎの手助けという輪郭が固定しなかったのだろう。例えば、浄瑠璃の十二段宗詩には、滋賀の唐崎明人らしき原型を持つ登場人物が出てくるが、この滋賀の明人様を、 滋賀寺の上人様にしてしまい弱い83歳で貴族のご息女に恋をしたという世にも珍しい老僧の老いらくの恋物語にしてしまったのだこの話では峡谷のご息女は17歳で滋賀の上人様が見たびその手を取って我が胸に押し当てたので解体なされたというのは やはりまた、嵐の山中にて、三の紐を解きたもう田代山の神女と言い,い、取り上げた赤子は人間とは言えず、その顔は六つ、手は十二本もある異形の姿であった。この一種の鬼子、もとい神の子は直ちに天に登り、後に、 越前鶴賀に舞い降りた菩薩と現れ、北陸道を守護した、などと浄瑠璃においてはもはや大変なデタラメと化している。北陸道は一つの主要な交通網であり、多くの人間が行き交うゆえに、この浄瑠璃は区伝によって伝えられた。 山馬が金太郎でおなじみの酒田の金時の母であり、彼を山中に養育したという話が特に曹州足柄の山に広まったのも、多くの人が行き交う土地にまつわる物語が根強く残るのとおそらく同じ事情からであろうと思う。江戸時代中期まで、 山馬の本場は必ずしも明るい東海道のほとりの山ではなかった信州木曽の金時山などでは現に金太郎もとい金時親子の住んだという岩窟や金時が産いを使ったという池の跡のほかに麓の村々の石の上にはこの怪力なる 人ならざる同時の足屋となるものがたくさんあって、むしろ山馬が自由自在に山また山を山巡りするという古い評判とも一致するのである。だがこれを四天道寺討伐のための寄光四天王の一人に託するに至って、人の往来の多い足柄ばかりが有名になったのみならず、 前後ただ一度の帰還のごとく返せられかえって伝説の由来を尋ねる道が絶えてしまうのである山馬が子を産むという伝説は少なくとも室町時代の京都にもすでにあったようだしかも面白いのが山馬は一腹に三人や四人も子を宿しており その生まれてくるのはどれも恐ろしい子だという。だがそれが山の神のお産やその解放と狩人らが伝える話と果たして元が一つであるか否かも容易に判断することはできない。ただ伝説の由来がつかめないのは 山卯信仰が廃された今となってはいた仕方あるまい。近世の山卯は一方には極端に恐ろしく、奇女とも言えるほどの驚異的な暴力性を示しながら、他の一方では折々人里に現れて、山の神の祭りを受け、またその代わりに人々に幸福を授け、 数々の平和な思い出をその土地に留めている両極の存在である。多くの山村では雪が少なく冬が異常に暖かい場合には今年は山卯がお産をするというらしい。阿波の半田というところの中島山には山卯石という岩がある。 何でも山うばが子供を連れて時々この岩の上に来てたき火をして当たらせるのを見たと称してこの名があるとのこと遠州奥山郷の倉木山には小海沢と名付けられた岩石だらけの地が光明寺の後ろの麓にあり天徳年間に 山うばがここに住み三人の子を育てたという言い伝えがあるそして山の主が三人いるところもある竜頭坊の主である竜竹坊上の沢の山の主白髪道寺山積奥之院の常光坊は すなわち共にその山馬の子であって、今も各地の神に祀られるのみか。しばしば新山の雪の上に足跡をとどめ、長く住民の池をつないできた。平賀と矢部の二つの家の先祖が、御事の範を報じて、この三人を討伐に来たという話もあるが、後に和睦し、 彼らの子孫もまた、この山の神に仕えたことは、秋葉山積の歴史からも伺うことができる。山積という場所は、本来は秋葉の奥の院であった。いつの頃からか信仰は分立し、三尺坊大権限の管轄は、ついに広大なる奥山には及ばなかったのである。 人の往来の激しい街道一帯の平地の民が山積みの神様をあがめる心境は、たとえ八代の偶児たちがどんな説明をしようとも、魔性や盗賊を退ける目的以外にはなかったと言えよう。そのためには盗賊よりも強いものである狼もまたあがめられた。 今こそ狼は山の神の指令として真意を潜伏する存在に過ぎぬだろう。しかしかつてはこの狼こそを直ちに神と信じて異形祈願してきた時代があって、その痕跡は数々の民間行事、ないしはおぼつかないコーヒーの中に尋ね出すことができる。 山に繁殖する獣は数多いのに、狼だけに対しては、三未満という慣習が近頃まであった。遠江、三河に限ったことではないが、祖国の山村には、お犬岩などと名付けて、お犬、すなわち狼が子を育てる一定の場所があった。 いよいよ狼にお産があったという話が伝わると、里ではいろいろの食べ物を重箱に詰め、わざわざ山まで持参したという話は珍しくない。ただし果たして、狼の産婦が実際もらって食べたか否かは定かではない。救いの内郷などでは赤飯の重箱を ほら穴の口に置いてくるとしばらく後にはうさぎやキジなどの類を返礼に返したなどと一種の昔話として伝えられている秩父の三峰山では今もって厳重な作法がありこれをおこだての神事と言うそうであるさて神たる狼が こううまとするときには必ずものすごい声を放って泣くという。心の直き者のみこれを聞くことができる。そして狼の出産の声を聞く者が社務所に報告しに行けば。新職はすぐさま決済遺憾してお炊き上げと称する小豆飯三生。 そこにさらに酒一升を添え、声聞きの者のを案内として山へ入り、狼を求めて歩くと、必ず十坪ばかりの不思議と清らかな空き地に行き当たるという。その地に締め縄を巡らし、飯と酒とを備え、祈祷をして帰るという儀式をする。 よくよく考えれば神なるオオカミのお産の様子を見たというわけではないがこの神事のあった年に限って山の神社には必ず新たに1万人の信徒が増加するとさえ信じられていたようだしかもこの話が単に山上信仰の一様式に過ぎなかったことはいわゆる おこだての神事が年を隔ててまれに行われていたのを見ても察せられる。オオカミは色欲の至って薄い獣だという説もあり、この獣の交わるのを見た者はかえって災いがあるという説すらささやかれている。つまりは、 かねて山の神の子を産むという信仰があったために、かかる偶然の出来事。狼のお産という珍しい出来事に対しても、なお神秘の感を抱かざるを得なかったことを意味するかと思う。狼が化けて老女となり、もしくは老女が狼の姿を借りて、 旅人を脅かしたという話は西洋にも広く分布しているらしいが日本での特色の一つはこれもまたお産との関係であったことに阿波土佐伊予の辺りの山村においてはこんな話もある身をもの女房が にわかにさんけづきその夫が水をくみに谷に降りている間に狼の群れに襲われたという悲惨なものだまた別の話では山小屋に散布を残して里に出ている間に女房が狼にかみ殺されたという類いのものもある狼という獣が 出産において流される血もとい荒地の香りを好むという背景が見えてくる。そしてしばしば、たたりや悪霊伝説にも通じているところを見ると、元来、悲劇としての同系統の信仰が、次第に形態を変じって、儀団小説に近づこうとし、さらには翻って、 信仰の対象になった経緯を推測することもできるのである。ただ実際この問題は難しく、もうこれ以上に深入りするだけの力もないが、とにかくに自分が考えてみようとしたのは、なぜに多くの山の神が女性であったかということであった。 誕生の機械なる昔語りが各いろいろの形をもって広くかつ久しく行われているのは山の神が女性であることへの疑問の解決のために大切なる鍵とも言えよ日向の椎葉山に見られる大間駒伝説に話を戻してみても山の神の母の名を 一神の君としるし、亀尾山の峠において、人知を超えた子を生み保ったと伝えられる神が、一木島姫の御子であったというのも、自分にとっては一種の暗示である。両者のお産をする山の神の名には、一という言葉が入る。これには何の意味があるのだろうか 実は、一という言葉は、現代に至るまで、神に仕える女性を意味している。言葉の起こりは五つ目であったろうが、また、一の巫女などとも書いて、最も主神に近いものの意味とし、母と子、共にある時には、その子供の名を、子一とも、また、一太郎とも伝えていた。 世を重ねて神を代表する任務を司さどっているうちに、次第に我が思想も神と仰いで、時々はある神と混同する場合さえあったのは、いわば日本固有の宗教観とも言えよう。故に、公の制度としては、五期目の風習は衰えたけれども、なお民間にあっては、 清くかつ賢い少女が神に召されて優れた巫女を生み立て祀るべしという伝統的の空想を保持し続けたのであろう。批判的に言えばこれを一種の民族的精神疾患の遺伝ということもできるが平和古風の山村生活にあっては 全く由緒正しき宗教現象の一つであったのだ。ことにまた新山の深い緑、白々とした雲の奥には、しばしばその清らかなる乙女と神のことの印象の記憶を新たにするだけの天然の力が、我が国には長く後々まで潜んでいたのである。